っけ。確かに葉脈にカラーペンで色を塗る。あのしましま模様にしたりとか、そのマウマみたいなゼブラにしたりとか、そういう人もいる。スティーブロー。はい、じゃあ心の暗さを表してる気がする。片面だけに。もう片面はね、出来上がりの銅白つけるので。やけどしないで、ね。これね、暴れるからね、気をつけてほしい。なるほど。銅の酸化物って、そのここでできる酸化物比較って透明なんだよ。だプリズムと同じことが起こるのね。結構シャボン玉の表面と同じことが起こるから、カラフルに見えるわけ。その和紙の上に、さっきの、さっきそこ、和紙なかったね。はい、くっついちゃったな。毒だな。あっち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 。うわぁ。いいね、これ。綺麗。めっちゃ綺麗じゃん。日本人じゃん。いや、ちょっと焼きすぎた、これ。本当ですか。焼きすぎると灰色になっちゃう。抑え込むと。はい。はい。じゃあ。で色をつけてない方に糊をつけると、ね、スプレーそうだね。シュシュッ。はい、オッケー。ちょっとなじりすぎたかもしれない。オッケー、ロシアや。和紙で押さえておいた銅箔。銅箔をそーっと開けて、でね、何枚か取りたいので、はい、端っこの方から押さえて。これ糊がついてるのどっち？今こうついてるんで。じゃあそこで合わせて。ここ大事なとこだよね。でツン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 と、うん、まああとは葉脈破らないようにね、はい、チュンチュンチュンって指でツンツンツンってやって、もうピンセットいらないね。そう広げて、でまあギリギリのところにこっちのね、銅箔余ったら使いたいので、ギリギリのところで、そうそうそういう意味です。ただし、そう、伝わった伝わった、そういう意味ね。あとはハサミで切って、でギリギリのところ切って、余った銅箔はまた後で補修用に使いたいので、カバーフィルムを剥がして、そうで銅箔をあまり無駄に使わないところスペースを狙って、そうああやばい、静電気急に来ましたね、はい、あダメだ。じゃあ次の人はそこから反省で、はい、これでいいよね。はい、それでハサミか、それでこの段階で切っちゃえばいいんだよね、一緒にね。あ、そしたらそうです。そう、俺ならこっち先に切るな。どっちですか。こっち側先に落とす。あ、こっちですか。そうそうそう、はい、ちょっとこれをで、これ避けて後で使うでしょ。避けておいて、はい、そういうことです。で、こっちをあと攻めればいいんだね、はい、綺麗に。まあ、和紙はもういらないって考え方もあるし、葉っぱの形に大体合わせて切っていくんですね。そういうこと。で切り終わりました、はい、してひっくり返すと、そう、取って、で少し隙間が空いてるのない？今ちょっとこの端っことかが、じゃあそれをさっき余った銅箔で埋めて、はい、多分ね、ピンセットはもうさ、糊が先、はい、さっきスプレーをかけたってことはもう糊ついてるってことだから、使わない方がいいっていう風な。ちょっと先っちょが少しそこら辺が甘いかな。はい、いい感じだね。どうでもない、どうでもよいってやつ。どうだけ、はい、どうじゃあ、はい、どうだけに、はい。どうじゃない。色が。でもメタルだよね。どうだ。これはありかな。これだけでいい？納得したところでいいよ、もう。はい、ここまで。絆創膏を貼るときに。はい。そして、そう、まあ、どっちを頭にするか、そんなにこだわなくてもよく考えたらいいかな。こっちですか、反対ですか。いや、どっちでもそれは裏表ないので、うん、そう、葉脈の方見えてもいいし、メタルの方見えてもいいしね、まあ、ここまで来るよね。そしてあとはラミネーターをかけるね、はい、ラミネーターかけます。どっちかに先頭、はい、はい、行こう。重ならないように入れます。でしたか。これ高いっす。きた、はい、じゃあこっちも手抜いて、こっちもちょっとあったかいけど、はい、次にそうパンチで穴を開けます。こちゃで、はい、避けたらこんな感じかな、はい、ちゃ、はい、で俺虹色とか、はい、今リボンつけてます。で下に出来上がったものちょっと並べて、
やり方をね、教えてもらって、なぞるのやったやすいけど、これ最初やり方を確立するのは大変だよね。いわゆる出来上がりね、ちょっと何枚か、じゃあこれか、どんな感じだ、ちょっと光ったりもするけど、うん、何枚かピックアップで、これとかも綺麗なんですけど、うん、あ、これ綺麗、丁寧に作ったんですね。これだったら大したもんだよね、うん、これどうかな、あ、いいね、この4色であっていいね、頑張ったねいい感じですよ。葉脈のところがこう、はい、色塗ったのがこう斜めから見るとそこが浮き出て見えるんだよね。葉脈がちょっとほらほらほら青いのがね、こう横にすると そこがいいかなと思ってんだけどね、うん、これもこれで逆にへこんで見えるのも、ね、そうそう、あ、これはいい感じだ、ね、逆のパターン考えたらこれね、塗らないパターン、あー、いいよ、売り物になりそうだいい感じになった、OK、これはあの別に三角被膜であんまりこう見えなくてもそれはそれでいいかなっていうな、うん、でも光の当たり具合大丈夫、十分十分十分。